こんにちは、シュウです。今回はマリオ最終回やっていこうかなと思います。いや今日でね、このマリオシリーズも最後だね。で最後ね、マリオとルイージどっち使うか悩んでたんだよ。なんだけどやっぱ最終回だしマリオでいくか。マリオでいきます。なんと最終回ルイージがね、実力で出演をもぎ取りました。なんでルイージでいきます。最終回の茶番がやばいな。あれスマブラのさ、下メテオ、あのアピール下メテオって実戦で使えるのかな。私一回もあれ使ったことない。ていうかあのアピールメテオもなんか最近した、あんなのあったんだね。よし、これ多分上にあるでしょう。私ね、過去に1回だけスマブラの動画出してんだよね。なんかもしなんか要望があれば概要欄に貼っときます。私そんなっていうか全然スマブラ上手くないんだよ。いやなんでちょっとね、スマブラ発売する前に練習しときたいね。お、下がんない。あれか、やばい、やばい、危ねえ、重さか。スマブラの発売日いつだっけ。10、いや待って、ここ難しい。よし、いやこれこっちにあるな。スマブラ12月ぐらいだった気がするんだ。てかこいつ邪魔だなマジで。よし、あこれ上あるねきっと。なんかよくプリンの眠る、あれはね割と有名じゃないですか。眠ってカキーンってなるやつ。いやあれなんかいいよね。あれ決まった時の爽快感すごくない。なんだけどあれやろうとして下手くそな人、まあ私とかだとすごいやろうとしすぎてなんかずっと眠るして相手に隙を与えるみたいなミスが結構あるんだけど。いやちょっとなんかスマブラの話してたらスマブラやりたくなってきたな。プリンってあれどうなんだろうね、強いのかな。あれ多分吹っ飛びやすいよねプリンって。やべえ、なんかスマブラの話になってんだ今日。なんか昔ギガクッパと戦うやつ知ってます、ゲームキューブで。あれでプリンが適正みたいな攻略本に書いてたな。懐かしい攻略本。今攻略本で、いやーちまった、カッコつけちゃった。今攻略本ってね買う人ほとんどいないだろうね。なんか特典とかなのかな。なんか今だとシリアルコードっていうのかな、なんかついてそうじゃない。買った人限定でこのキャラが手に入りますよみたいな。ちょっとなんか最終回なのにちょっとマリオの話しようか。マリオの話、いや待って危ない。よし、あこれなんかルイージーがなんだっけ、兄貴じゃなくて弟か。これあんまり知らない人いるみたいな感じかもわかんないんだけど、一応双子の兄弟らしいんだよね。双子らしいんですよ、双子で。マリオが兄ちゃんでルイージーが弟。私前この動画っていうかこのシリーズでマリオについての動画出したことあるんだよね。でマリオって確か身長155センチくらいなんだよ。意外とミニサイズなんだよね。いやでもこれウィキペディアのね情報だから間違ってる可能性もある。わあ出た、これこのなんて言うんだろう、ケツ、コインの形がケツみたいだな。なんか前コメントでもらったわ、前回か前々回のコメントでこういうケツみたいな形の線があったんだよね。そしてなんかすごい卑猥なコメントめっちゃ打たれてた。なんかこの山なりの形はまるであれですねみたいな。ちょっとやめてください、私の動画でそういうエッチなの出してこないでくださいよ。これなんだろう、あれじゃないか、ちょっとストックしときたいな。オッケー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 。フラワー、鳥のでこれになろう。そうフラワーだとね、なんだっけ、骸骨みたいなブルック違えな。これなんていうのこの魚のやつ、これ倒せないんだよね。これねファイヤーで倒せればいいよね。いや待って、今一瞬で気づいたな。よし、これなんだろう、待ってこれあれじゃない。よし、最終回だから和解。和解しました。そうもう和解よ、和解。いやこれ欲しいな金。いやーやっちまった、お前出てくんじゃねえよ、こいつマジで出たがり目。うわーゴールデンシューになりたかったな。やっぱ和解はしません。あそこで出しゃばるあたり私まだなんか合わないわ正確に。やっぱバレー負けたよね、オランダだっけ世界バレー。フルセットまで行ったんだけどね、すごい悔しかった。3つ目ないな。てか水のステージやだな。なんか水のステージの強制スクロールってもう最低だよね。やばい、これ取ろうか久しぶりに。いやいいねこの波を。うわお前ずっと来る感じか。いやお前どこまで行くんだブルック。よーし、いや出ねえか。そこでゴールデンシューンになれたら激アツだったんだけど。いいね、うまい、うまい、最小限の回避。あこれもうゴールなんじゃない、多分もうこの後ゴール説が濃厚な気がする。
チャゴー。レッツゴー。これ完全クリアするの確かね、なんだっけ、隠しステージと隠しルート全部出して、それだけじゃ多分オールクリアになんないんだよね。これ画面入るとき星あったのを覚えてます？私は星2つなんだよ。でストーリークリアして星1個ついて、でなんかクリアすると、で最高星5個になるんだよね。でそれ全部出す条件の一つとして、この今私357機あるじゃないですか。この残機を確かマックスまでしないとダメなんだよ。なんで今日最終回だからそれもやっちゃおうか。残機マックスにするか、のこのこの無限機アップ。いやこれあった気がすんな。いやこういうね、ブロックとブロックの間は激アツだね。激アツ怪しいね。うわーこれむずいんだよね、確か右行くの。なんで今日はね、その無限アップもちゃんとやろう。いきます。これ結構難しいよね普通に。やばいやばい、よーし、うますぎる。でよ、うまいうまいね。いい、今日なんか最終回にしてマリオ攻略 TV の威厳を見せてる気がする。このまま進んでいこうか。あ、なんかね、この動画終わったら何実況しようかなと思って、これな、よく動画出るんだけど、私マリオカートのアプリやりたいんだよ。来年の3月までにリリース予定。ただそれまだ出てないからさ。あったね、よし取って出よう。結構マリオギャラクシーやってっていう声が多いんだよ、ありがたいことに。ふっ、うまい。いやマリオギャラクシーもねありなんですけど。おお、ここも石管とこか。あ、待って、これ飛んでけるな。いやでもあれか、地面ないのか、地面ないからこれ続かないのか。あ、いいね、地面あった。やばい、危ねえ、難しい。私マリオギャラクシーよりあっち優先しようかなと思って、あの Wii のマリオあるじゃないですか、あっちやりたいなと思ってんだよ。なんでマリオギャラクシーやる前にそっちやろうかなと思って。しかもマリオギャラクシーちょっと嫌なのが、若干 3D 感出てんだよね。よし、うまい、やばい、間に合う、これよし。ちょ、 3D だと私酔うっていう点であんまり良くないんですよ。なんか具悪くなりそう。なんか昔過去にね、なんか10分ぐらいマリオギャラクシーやったことだってほとんどやったことないんだよ。なんでほぼ実質初見なんだけど、最初その Wii のマリオ優先しようかなと思って。なんでマリオギャラクシーのその次かな。うわー、ここ難易度高そう。一回こう行きます、ステイします。オッケー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 。やばい、危ねえ危ねえ。いいよ、順調。いやー、そこに出んのか。待って、これ間に合う、待って、イエーイ。すごい急いでいかないとダメだね。ちょっとさっきのところでいきます。早め早め早め。いやもういい、もう食らっても OK、 OK、 OK。これ結構ギリギリじゃない、さっき割と早い。やばいやばい、やーぶねー、マジでギリギリ、1回のミスも許されないレベル。いいね。いや私こんな石化のギミック好きだよ。なんかマリオシリーズで石化すんのこのこのシリーズぐらいじゃない、待ってプレイが雑。よしよし、待って、フラワー取ってきた。いやこれ間に合うかな。よし、いいね。で行こう行こう行こう。うわー、これ空中、やぶねえ危ねえ、ギリギリファンタスティック。いや早く来い早く来い。おい、そっちに出んのか。やぶねえ危ねえ、まだまだ陸、やった、危な、むず。いや最後確か骨クッパかな、あれない、なんかそんな気がした。そうだよね、一応裏ボス、真の裏ボス、真のラスボス的な感じになってる気がする。あ、いいね、これタヌキ欲しいな、タヌキ。いや、タヌキ1個か。タヌキで行こう。なんだろう、あ、なんかこれ一緒だね、その普通のボスと。あ、で、確かここなんかあったよね、その。いや、コイン出るね、コイン出る。待って、1回スピードつけたいな。ちょっとスピードつけていきます。OK、来たよ。すごいね、炎も青くなってんだね。確かこれ、普通？普通っていうか。なんかなんていうの、普通の8のボスだとこれ赤だったよね。やっぱ火力上がってんだね、火力。現実の世界でもああいう青い炎の方が火力高いじゃないですか、リアルな火力、火の温度。なんで多分そうなんだろうね、火力上がってんだね。いやでもこれピーチないのか、ピーチないんだね。これもう戦う意味ある、和解しようぜクッパ。いい、そうだよね、これ戦う意味なくない、ピーチないんだよね。これで終わりかな、全然覚えてないよ。第2形態でもワンチャンありそうだよね。これで終わりはさすがにあっさりすぎる。いやこれ和解でいいよね。いやあるね、これ多分第2形態あるな。うわ、それめっちゃ唾吐いてんじゃん、汚な。お、なんかこれ一緒じゃん、あれとあの前やったワールド8と。
あれか、ちょっと足場が狭くなってる気がするな、この足場。今、ルイージいるとこ。いや、これ、タヌキマリオちょっとせこいみたいなとこあるよね。これ、飛んでけちゃうんだよね。これ、前回のボスでもやったんだけど。私、全然、それ、やるよ。全然飛んでっちゃうよ。で、右、これ多分、真ん中で判定。いいね、いいね。いい。いや、でも、普通に勝てそうだな。そんなに難易度は高くない気がする。これ、ウィーケンじゃない？いけるね。で、こっからちょっとずるいタイム入れるよ。ここでこう、もうずっとエターナルタヌキを。これでエターナルタヌキになる。あ、待って、これ尻尾マリオだね。訂正します。エターナル尻尾マリオよ。で、トビーの、オッケー。ちょっとずるいね。いやで、私そういうのこだわんね。別に、チートしてるわけじゃないもんね。ルール内だからオッケー。うわ、来たの、お前また唾吐いてんじゃん。で、この右のはこれ気をつけようか。こっから多分火飛んでくんだよね。いい、ずんちょずんちょずんちょ。で、これちょっとこまめに歩くことによる、この左下のゲージが減んないんだよね。高等テクニック、高等テクニック。で、右かな。いや、真ん中にしようか。真ん中でステイして。これもワンチャン上も行けそうだね。行ってみる？行ってみようか。行ってみよう。あ、行けた行けた行けた。で、多分次でラストだと思う。いや、そんなに本当に難しくないな。いい、これで青い炎吐きの、オッケー、飛びます。いや、ここで絶対やられたくないな。これでもやられた時のめんどくささすごいね。もう一回やり直しってやばいね。やばい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 。いや、待って、これタヌキマリオだったら結構きついんじゃない？じゃなかったら。普通にも足場がだいぶなかったけどね。オッケー。この毒気をつけたいな。毒っていうか、追跡弾、追尾弾。で、右だね、右右右。これもうウィーケンじゃない？いける？いや、いけた。じゃあね、バイバイ。おー、やった！すべてのムーンコインをコンプリートしました。多分これで最初の画面の星が1個ついてんだよ、きっと。よし！で、次、マックスまで気を上げようか。で、私、ここぐらいしかマックスにできる場所覚えてないな。多分このシリーズで何箇所か無限アップできるとこあるんだけど、今私の現状だとここしか覚えてない。ちょっとそこまで行きます。確か割とすぐあったんだよね。他だとどこあるんだろう？ここだね、ここ、ここの土管です。やべ、待って、食らいたくない。オッケー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 。ハイリーの、だからここ結構難しいんだよね。いきます。ふっ、よしよしよし、ここで無限キャップします。いけっかな、一回で。一回できなかったらカットしようか。いきます。いやー、失敗だー。ちょっと、いけるまでいこう。やっとできた。いや、ルイージマリオより身長高いからね。ちょっとでかくてやりづらかった。じゃあちょっと999になるまでいきます。よし、もうすぐ999になります。そう、これで終わりじゃないんだよね。999行くと王冠になるんだよ。やべ、時間がなくなってきた。時間がなくなってきた。そうだよね。これ結構やってんだよ。割と時間かかる。で、これ多分次で王冠2つ目になると思う。なったなった。で、ここで9の次王冠だと思います。よーし！いや、マックスまで行ったね。これで、その、コンプリートっていうか、完全クリアまで、星が1個増えたと思う。よし、あとクリアします。よーし、ああ、そうだ。あれ、999っていうか、マックスになるとルイージ帽子なくなんだよね。で、あとは、あとあれだけだね、看板。そう、ここだね。これ、1ステージ、ワールド1からワールド8まで全部、取ります。カット。よし、次、これで上で最後だね。これで完全にクリアだと思う。なんか出んじゃないかな。オールクリアみたいな。わあ、オールクリアやったー。よし、セーブしてホーム画面戻って星5個ついてるか見て終わろう。いや、これで終わりだね、このシリーズ。いや、楽しかったな。楽しかったわ、普通に。よし、ついてんね、星5個。はい、ということで、このシリーズはこれで終わります。多分次は Wii のマリオかな。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。